りっくんです。おっす。今日紹介するのはこちら、デラックスウルトラディメンションカード06グリッタートリガーエタニティセットです。皆さん、今日はウルトラマントリガー祭りです。いやー、神ラインナップすごいですよね。トリガーといえば、はい、スマイルスマイルだったね。そうですね、スマイルスマイルで世界を救えましたからね、うん、うん、思わずスマイルになっちゃうセットだねそうですね、うん、ということで今回はですね、グリッタートリガーエタニティ、トリガーダーク、そしてトリガートゥルース、さらに闇の3巨人も収録されたトリガー尽くしのラインナップとなっております。はい。また動画の後半ではこれまでに発売されたデラックスウルトラディメンションカードセットを使ってですね、いろんなディメンションカードを別売りのデラックスウルトラデュアルソードでウルトラコンボをやっていきたいと思いますので、ぜひそれも最後までチェックしてください。それでは早速やっていこう。バーバリーラインナップはグリッタートリガーエタニティ、トリガーダーク、トリガートゥルース、カルミラ、ダーゴン、ヒュドラムの計6枚となっております。では、詳しく見ていきましょう。まずは、グリッタートリガーエタニティを紹介していきます。宇宙を照らす超古代の光ということで、グリッタートリガーエタニティは、エタニティコアの欠片によって、ウルトラマントリガーが覚醒した姿になっております。いつ見てもかっこいいですよね。こちらのウルトラディメンションカードは背景がなんとゴールドになっていますので特別感があります。グリッタートリガーエタニティ自体も金色に輝いているようなカラーリングになっているのでめちゃめちゃ合いますよね。早く音声が聞きたいですね。続いてはトリガーダーク、未来を占める漆黒の闇ということで、闇の戦士として存在していた頃のトリガーで、作中では宇宙一のトレジャーハンターであるイグニスが変身していましたよね。ウルトラマントリガー、トリガーダークの2人が共闘するシーンは何度見ても激アツですよね。頭の部分はウルトラマントリガーマルチタイプのようなデザインになっているんですけど、こう目元だったり胴体がですね、まがまがしい感じになっているのがかっこいいですよね。続いてはトリガートゥルース。トリガートゥルースはイグニスからトリガーダークの力を受け取ることで光と闇が交わり、真のウルトラマントリガーとなった姿です。マルチタイプのこの赤と紫のデザインにトリガーダークのような黒いラインが加わることでめっちゃかっこいいデザインになっております。最終回のあの激闘を思い出しますね。ひとまず3枚のウルトラディメンションカードを紹介していきました。まんちゃん、気になるカードありますかね。いや全部でしょいや全部でしょいやでもやっぱまあ知ってるんだったらグリッタートリガーエタニティかな。やっぱそうですよね、うん、早速音声を鳴らしていきたいと思います。トリガーエタニティの音声を鳴らしていきました。めっちゃかっこよかった。神々しくて、はい、もうあ、ヒーローが来たみたいな感じの音がね、はい、ほんと好きで救世主のような感じですよね。では次にこちらの3枚のカードを見ていきたいと思います。バンマニ。続いては闇の3巨人をまとめて見ていきましょう。まずカルミラを見ていくんですけど、カルミラは闇の三巨人のリーダー的存在で、ものすごく執念深く残忍な女戦士となっております。トリガーが大好きで情熱的という言葉が口癖でしたね。女性っぽい美しさも兼ね備えたデザインが素敵でした。続いてダーゴンはカルミラと行動を共にしていて、正々堂々と戦うことを望む怪力の戦士となっておりました。赤と黒をですね、貴重としたカラーリングで鎧をまとったようなデザインがかっこいいですね。闇の三巨人ではあったんですけど、人情味が感じられる素敵なキャラでしたね。で、最後にヒュドラムもカルミラと行動を共にする策士となっておりました。普段は紳士的な態度で落ち着いた感じなんですけど、感情が高ぶるとめちゃめちゃ残忍な性格になっておりましたね。背景が赤のカラーリングになっているので、モンスディメンションカードになっています。音声が楽しみですね。はい、闇の三巨人を紹介していきました。お兄ちゃん、何か気になるカードはありますかね。
やっぱり軽めよくな。おお、うん、早速音声も鳴らしていきましょう。ここからはデラックスウルトラデュアルソードでウルトラコンボをやっていこうと思うんですけれども、うん、見てください。ねえすごい、たくさんウルトラディメンションカードがある。そうなんですよ、デラックスウルトラディメンションカード01から05まで、さらに今回紹介した06も揃えております。これめっちゃいろんな組み合わせでできるじゃんね。そうなんですよ、うん、大量なので早く遊びたくてしょうがないです。ねえ、じゃあまずは今回紹介したデラックスウルトラディメンションカード06のカードを中心にウルトラコンボ技をやっていきたいと思います。はい、ウルトラコンボやっていきました、うん、どうでした？いやーすごいね、デッカーのダイナミックタイプとトリガーエタニティ、はい、すごい、いや光感が本当にそうですよね、カードも両方とも黄金ですし、うん、光り輝く感じの音声だったよね本当に、はい、そして闇の三巨人ちょっとしびれるね、3人の声が入っていて、うん、めちゃめちゃなんか恐ろしくて他とは違った感じでしたね。ねえ、でもまだまだあるんでしょ？そうなんですよ、まだまだやっていきたいと思います、うん、続いてはここにあるデラックスウルトラディメンションカードを使ってウルトラコンボ技をやっていきたいと思います。じゃあまずは01のベリアル、02のジード、02のウルトラマンロッソブル、03のウルトラマンオーブと連動させていきたいと思います。はい、音声連動していきました。ベリアルとジード対立した親子2人の叫び声が鳴っていたのでなんか激アツでしたよね。いやでも私個人的にはやっぱオウムとブルとロッソのコンボ技があるのは分かってるなみたいな。ブルとロッソだけでもコンボ技があるんですけど、うん、3人で鳴るっていうのが驚きでしたね。さてですね、最後のウルトラコンボをですねやっていきたいと思うんですが、はい、最後の1回はウルトラセブンを使っていきたいと思います。え、1
1枚だけでやるの？そうなんです。セブンはですね、1枚で3回スキャンすることである特別な音声が鳴っちゃうんですよね。セブン、セブン、セブンじゃん。え、そうなんですよ。ちょっと気になりますよね、うん、早速やっていきましょう。デラックスウルトラディメーションカード06グリッタートリガーエタニティセットを紹介しました。はい、今回はウルトラマントリガー祭りということで、はい、いやどうでした？いやー、闇の三巨人のさ、はい、モンスディメンションカードが入ってるのはちょっと嬉しかったけど、そうですよね、はい、やっぱグリッタートリガーエタニティ、そうですね、やっぱ、そしてトリガートルース、さらにトリガーダーク、トリガーの世界をめっちゃ味わいましたねそうですね、神ラインナップですもんね。ねえ、ね、今回さ06が加わったことで、はい、ウルトラコンボ技もさらにできる幅が広がったってことじゃん、ね、はい、もうさ、他でもいっぱいやりたい。今日この動画で披露してないやつたくさんやりたい。一緒にやりましょう、うん、デラックスウルトラディメンションカード06グリッタートリガーエタニティセットは11月26日発売予定。ウルトラマンデッカーはテレビ東京系にて毎週土曜朝9時より放送中。そしてバンダイから発売されるウルトラマンデッカーの商品を撮った写真を投稿するウルトラマンデッカーフォトコンテストがワンダースクールで開催中です。豪華商品もあるので、ぜひ参加してみてください。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。